3、2、1、0。3月16日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。3月16日、今日は財務の日だそうです。ところで、財務ってなんだっけ？アンチエイジングに人気の物質？それはコエンザイム Q10。わかった。ドイツの自動車メーカーですよね。それはダイム。ラーベンツ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。職業志のご相談ご注文が増えてます。別注品対応もできます。法事ギフトはお任せください。今日はマカロニサラダに青み山椒をトッピングしていました。青み山椒のしびれる味わいがマカロニサラダを味をとても引き立てます。青み山椒トッピング、あなたも試してみませんか？店長まっちゃん、またトゥルトゥル坊主ぶら下げてる子供か。